ぜ俺たちを無視する。飛行士だ、考えても無駄だ。早い、精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。避難完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。狙う。お願い。アカマ、住民に近づく巨人を排除しろ。別の機関士が接近してきます。くそ、まだ住民に向かっていくぞ。ない。ごめんなさい。狙う。さっさと中に入ってくれ。後ろが詰まってんだよ。狙う。What?よし、この場はなんとかしのいだな。ミカサ・アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。絶対だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。ついてきてほしい。私も行こう。何？
おい待て赤間、私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら石川しか、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。エレンは僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。全員で本部を目指せ。やってやる。死んでたまるか。よし、俺たちも続こう。蹴散らして待て、コニー。これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。なるべく多くの兵士に呼びかけて本部に向かうよう伝えろ。戦わなければ勝てない。かっさばいて。あの大きいやつを倒せば本部の中に飛び込めるかもしれない。でも周りにいる巨人の数が多すぎる。
いくらミカサでも無茶だよ。ゲナミカサはどうやったらあんなに早く動けるんだ。いや、いつみたいに冷静じゃない。このままじゃいずれ、ミカサ！この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だ。私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわを殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。
その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。あの巨人、なぜ襲ってこない？蹴散らしてやる。あの巨人は他の巨人を倒してくれる。なら、あの巨人についていけば。蹴散らしてやる。巨人の弱点を理解して攻撃している。相変わらず人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。それにあの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。あれは味方の。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。かっさばいてやる。そうだ、見られるのは勝者だけ。聞いてくれ、提案があるんだ。あの巨人を本部まで誘導できないかも。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミンの考えなら。どう誘導するつもりだ。あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。カッサバイデン、あっちは苦戦してるのかよ。向かってるぞ。人が集中しすぎたんだ。ボンブが壊されたら僕たちはもう終わりだ。生きられる実力者だけ。僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いであの巨人を誘導してくれ。壁上に撤退したいが、巨人が邪魔だ。
助かったぞ、アカーマン。わかったぜ。援護をお願いします。本部に訓練兵が取り残されているんです。訓練兵か。わかった。こちらでできるだけ周りの巨人を引きつけておこう。狙う。蹴散らしてる。頼んだ。狙う。援護してやりてえが、巨人と近すぎて砲撃はできねえか。四円団、やばいってことだよな。助かったぜ、ミカサ。エレンとアルミンは無事か。エレン、おっと、長話は生きて帰ってからだよな。この辺の巨人は俺たちに任せろ。生きられるのは勝者だけ。狙う。救援要請か。助けに行かねえと。よかった。本部はまだ無事だ。ミクサ、他の巨人が近づいてきている。頼む。生きられるのは勝者だけ。分かったぜ。鬱陶しい巨人どもね。私たちに壁を登らせない気か。このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。潰す。ああ、巨人だ。クリスタ、なぜここに。邪魔しないで狙う。生きられるのは勝者。助かったよ。本部にまだ訓練兵が残っています。援護してもらえませんか。何だと。分かった。本部方向へ行こうとする巨人を引きつけておく。ミカサ、無事だったか。
みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。Really nice. I hope I can make better in the next time. But I think no. I have not a good skill. Make better. Make more fun.議論は後だ。あの巨人が暴れている間に補給しよう。
大丈夫だ。あの巨人は波の巨人より強い。あいつが派手に暴れているうちはこの建物も潰されないだろう。あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと。例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと？本気で言ってんのか？さすがに力尽きたみてえだな。あ、
これをエレンがやったってことか。Really nice. Certain minutes, then we are finished for the first time. Yeah, I'm crazy.課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい、あいつ気がついたか。エレン、ちゃんと体は動く。意識は正常なの。アルミ、なんで俺たちは囲まれてるんだ。何なんだみんなの目は。まるで化け物を見ているような。いいか、訓練兵、下手にごまかせば榴弾をぶち込む。率直に問う、貴様の正体は何だ。人か巨人か。質問の意味が分かりません。シラを切る気か、化け物め。大勢の者が見たんだ、お前が巨人の体内から姿を現した瞬間をな。そんな、自分は人間だ。そうか、仕方ないことだ。私は間違っていない。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。悪く思うな。なんだこりゃ。おい、お前ら大丈夫か。エレン、これは分からん。だがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。
エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うが、アルミンがもしここで中東兵団を説得できると言うなら、俺はそれを信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの？お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが？いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら、俺もミカサも巨人に食われてた。アルミン、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で、足手まといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ！彼は人類の敵ではありません！私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります！敵でないというなら証拠を出せ！証拠は必要ありません！我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです！大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです！周囲の巨人が彼に群がっていく姿も！巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました！この事実だけは動きません！体勢を取れ！奴らの巧妙な罠に惑わされるな！エレン！ミカサ！図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。やったな。
今日も頑張ろう。なんと。おい。負けない。次の任務は。うわ！お。注文！これよりトロストク奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そして
その巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味合わせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォールローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。イエガー訓練兵の援護のため、大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。そうすれば壁上からの援護の攻撃で倒しやすくなる。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し、領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功した時、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。邪魔されて補給物資を運べない。もう大丈夫だ。助かった。補給物資を持ってきたから使ってくれ。
ジャンも補給班だから、その辺にいるはずだ。見かけたら助けてあげてくれ。あっちは苦戦してるのかよ。負けるもんか。あれは気候しか。こっちの誘導に引っかからない。おびき寄せられないなら直接倒すしかない。ダメだよ。わかったぜ。救援要塞確認、向かいます。野郎の援護に回った結果がこのざまかよ。頼んだよ。僕だってやってやる。頼んだよ。了解だ。助かったぜ。補給物資を持ってきた。お前も使ってくれ。死なれても困るし。兄、なぜここに。頼んだよ。了解だ。僕だってやってやる。頼んだよ。怖くなんかないぞ。巨人には閃光弾か音響弾のどちらかが効く。どちらが有効か見極めて使うんだ。助かったよ。兄、一人で何してるんだ。罠を運んできたんだよ。この辺の巨人を倒すのに便利でしょ。同じ班のライナーたちとはぐれたね。見かけたら私は無事だと伝えておいて。かなり巨人を減らせたぞ。これなら大岩の方から面談が。何か緊急事態か。大岩の周りに飛行士が集まってきています。これではエレンが近寄れません。飛行士が直接叩くしかない。負けるもんか。頼んだよ。分かったぜ。頼んだよ。分かったよ。来やがった飛行士だ。大丈夫か。もし怖いんなら平気です。私にも守りたい家族がいますから。頼んだよ。分かったぜ。頼んだよ。分かったぜ。頼んだよ。任されました。
の周りの巨人は排除できた。他の巨人はうまく町の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。あとは任せたぞ。もうすぐ岩までの祭壇ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。ここだ、行くぞ。人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、Yet we are finished. It's the end for the first time. Yeah.
So, the last thing what is to say is sayonara. Be the next time. Bye bye.